What's up, YouTube? で、今日は長女にですね、朝5時に起こされまして、もうくったくたの一日でした。でも今奥さんも子供も寝たので、まあ、ゆっくり抑えめでいければなと思ってます。で、今日も1対1ウーロンハイいただいてます。もう結構飲んじゃってますけども。相変わらず濃いんですよね。濃いっす。ってことで、まあ、今まで、3回やってきて、イースタンユース、ボンジョビ、で、昨日フリートウッドマックやってますけども、今日路線変えていきます。今日はですね、はい、ドン。トライブコールドクエストですね。ATCQ。トライブコールドクエストやっていきます。私、トライブコールドクエストヒップホップで一番好きなんですけども、で、そもそも知ったきっかけ、まあエピソードなんかもありまして、私の中で。2010年の UMB、アルティメイト MC バトルに、を見て、ラップにどっぷりハマりまして。で、いろいろ掘っていくうちに、まあどうやら日本のラップも、まあ、アメリカのニュースクールラップ、まあ90年代。90年代のラップが熱いらしいということを知って、でもその足で、まあ、とりあえず当時新宿でアルバイトしていたので休憩中にタワレコ行きました。で、タワレコにヒップホップ入門編コーナーっていうのがありまして、で、いろいろ、まあ、ATCQ もありつつ、デラソウルでしたり、まあ、ネイティブタウン、あとイーストコースト、ウエストコースト、いろいろあったんですけども、で、その中にあったのが、ロー&セオリーでしたね。これ、セカンドアルバムです。で、それ購入して、今現在は、ラブムーブメントっていうアルバムがあるんですけども、それ以外は全部持ってます。まあ、CD はこの2枚だけ。で、その他は全部カセットテープと、レコードで持ってます。で、その他にも、ATCQ の、曲で使われてるネタ、サンプリングネタ集っていうレコードがあって、それも持ってますし、あとはドキュメント映画も出てるので、その DVD も持ってます。なんでラブムーブメントだけ持ってないかっていうと、そのドキュメント映画の中のファイフのあるセリフのせいで、まあ、せいでっていうのもおかしいかもしれないですけども、その影響でラブムーブメントだけ買えずにいます。ちょっと買わないといけないなと思ってるんですけども。で、ちょっと自分のエピソードなんですけども、まあ、当時付き合ってた彼女、まあ、AKA 今の嫁なんですけども、横浜の十日市場に住んでまして、で、私新宿でアルバイトしたので、僕、で、小田急線使うじゃないですか、そうなれば。その小田急線でよくトライブコールドクエスト聞いてたので、トライブコールドクエスト聞けば、まあ、小田急線のちょっと町田寄りの方をよく脳裏に浮かびますね。思い出です。関係ないですけども。で、リアルタイムで書いたのが、このアルバムなんですよね。最後のアルバム。2016年。これリアルタイムで買いまして、すごく嬉しかったのが覚えてますね。で、この発売当時、僕、今結婚してるんですけども、結婚式直前でこれ出まして、で、買って、で、結婚式前夜、銀座にあるホテルに泊まったんですけども、まあ、高い階、確か30何階だったと思うんですけども、の部屋で夜景見ながらこのアルバム聴いたのが非常にいい思い出です。よーく覚えてますね、その日、その時のことは。まあ、このアルバム出た時に一緒に買ったのが、キャンディータウンのファーストアルバムでしたりとか、もう一緒に買ってるんですけども、聴いてます。で、トライブコールドクエスト、どんなグループかっていうのを話していきたいと思うんですけども、まず、90年代、ニュースクールっていうんですけど、90年代以前はオールドスクールっていうんですが、ニュースクールを代表する、ニューヨークのヒップホップ、ラップグループですね、がトライブコールドクエストです。で、メンバーが、Q-Tip と、ファイフと、ジェロビーと、DJ のアリー。の4人からなります。今、ファイファーもう亡くなっちゃったんですけども。
で、特徴としては、まあ、あと、ロイ・エアーズでしたりとか、あと、ジャズ系、ウェザーリポートでしたりとかを、ジャズ系のアーティストをサンプリングして、そのサンプリングしたトラックの上で、まあ、緩めのラップをしていくっていうのが特徴のグループですね。緩いって言ってもすごい上手いんですよ、ラップは。特に私、Q-Tip 一番好きなんですけども。で、の、おすすめの曲としては、まあ、入門編でありながらも、もう、ジャズヒップホップと言ったらこれでしょっていう曲で、やっぱ、Can I Kick It? ファーストアルバムに収録されてる曲です。ジャズヒップホップ名曲の一つですね。まあ、彼らの代表曲でもあります。で、どんな曲かというと、まあ、サンプリングという手法、ある一曲の、まあ、のベースラインでしたりとかドラムをくり抜いてそれをループさせて使うっていう手法なんですけども、サンプリングという手法でサンプラー MPC を使ってトラックを作っています。で、そのサンプリング元が大胆にもルー・リードの Walk on the Wild Side っていう曲、有名な曲があるんですけども、そのイントロ部分を大胆にも使ってます。で、著作権問題があって、その Can I Kick It って、Can I Kick It って設けた、印税っていうのは一切入ってきてないらしいです。ルーリードに取られてるみたいです。それが、まあ、サンプリングのデメリットではありますね。で、ちなみに僕も MPC-1000 を持ってます。使いこなせ、全然使いこなせてないですけども、知ってる人いたら、使い方知ってる人いたら、ぜひ教えてもらいたいです。ということで、ちょっと枠結構お酒入っちゃってるんですけども、また聞いていきます。Can I kick it? なんかもう定番化しちゃってますけどね。YouTube。Tribe Called Quest で Can I kick it? 皆さんも聞きますよ。大丈夫ですか ?YouTube 準備してください。じゃあ行きます。3、2、1。はい。でででででストレンジャーシングスです。ででででででCan I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. We're gonna kick it. Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it? Yes, we're gonna go kick it. Right words, workers.Bibles, Funkers, Redbugs, Jitterbug. もちろんこのアルバムは、この曲は、ワイルドサイドを歩け以外にもサンプリングされてるネタってのはありますので。ドゥンドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン。かっこいいよ。ドゥンドゥン、ドゥン、ドゥン、ドゥン。ドゥン、ドゥン、ドゥン。スクラッチがまたかっこいいんですよね。ファイフ、Can I kick it? ファイフもなくなってます。Yes, you can. Can I kick it? Can I kick it? Can I kick it? Yes, you can. Can I kick it?
Yes, you can. When I'm gone, go there.ファイフのバースはそのスネア、ドラム、ドラミングメインなところがまたかっこいいですよね。Q ティップのところはあのそのスネア、ドラム以外にもあのルーリードのサンプリングされたところっていうのが入ってるんですけども、ファイフはドラムメインになってます。メジャープレイヤーフレッシャーフレッシャーグラッチがかっこいい。かっこいいな。でーでー、やっぱグッドミュージックですね。かっこいいものはかっこいいですよ。アウトロもまたかっこいいですよね。終わりました。いやーかっこいいな。聞いたことありますか？キャナキーキーって。皆さんファイフとキューティップどちらの方が好きなんですかね。まあ、やっぱりこれ緩いです。緩いですね。緩いながらもかっこいい。でもキューディップとファイフのデコボココンビがまたいいですね。まあ、ファイフは先ほど言った通り亡くなったんですけども、なんで亡くなったかっていうと糖尿病を患ってまして、それがあって亡くなりました。でもラップ、他の曲でラップの中でも糖尿病をレプレゼンしてるラインがありまして、ものすごくかっこよかったですね。まあ、ATCQ トライブコールドクエスト、特にファースト、セカンド、これセカンドですね。ファーストはちょっとカセットテープとレコードで持ってるんですけども、ファースト、セカンドはもう大名盤なのでぜひ聴いてください。以上です。バイ。